スタイルを貫け,を貫け背伸びはするな,すな,な競馬 V おはようございますこんばんはこんにちは競馬 V と申しますはいということで新潟大笑えー、新潟で行われる 2000m の芝でございますもう俺ええー、俺決めてます スタイルを貫け、背伸びはするなのスタイルでいこうと思っております。V1 コのみんな、俺の予想聞いてくれ。俺の予想はな、まず絶対なのはポタジだ。ポタジは間違いなく強いぞ。まあ言うても、この、崩れることなく、1着、2着、2着、そして4連勝。そして金胡椒もこれ強かった。金胡椒3着。 デアリングタクトに二分の一の差、ええー、こ差のない競馬をしておりますので、間違いなくこのメンバーの中では二枚三枚上回る実力、そして、えー、抜けてる能力だと思っております。はい。そしてその二投目、二、えー、番手評価がボッキリーニバボッキリーニでございますよね。これもね、 もう大崩れなく、安定感半端ない、そして人気もずっとしている馬ですんで、やっぱり、えー何あの本、本格化されてきてるっていうのもあるんですよし、なおかつその専門家から見,見られても、まあ、あと保安の人から見られても人気するということは、 やっぱり強い、えー、証しであるとで、小倉大商店中日新聞杯と、えー、これ、中日新聞杯は、これ、しピンクパンツに買ってますし、ベロックスもやっております、この辺にも買っておりますし、里のソルタス、里のガーネット、テリトリアルとかにも買っておりますんで、ここは問題なく2番手評価、もう今年が勝負な馬、えー、かなと思っております。 そして、あと3投目なんですけども、正直、サトノソルタス、えー、日経新州範囲組、えー、おそらくある程度人気するんでしょうけども、まあ、サンレポケットとかも人気する、ま、サトノエルドールとかもある程度人気するんかもわかんないけど、ここは、あえて、えー、ダノンマジェスティでいきたいなと思っております。はい、ここもね、あのー、中京成績はいいんですけども、ただ、 あのー、阪神とかもいいんですけども、新潟走ったことないっていうのがあったんで、そこだけマイナス点だけ。もうここは、あのー、普通に、ダノンマジェスティ、普通に絶対走ってきます。もう頭当てもおかしくないなと思っておりますんで、ここは、ある程度狙いやすい、えー、馬だし、狙ってみてもいいんじゃないかなと思ってます。ですんで、俺はもうここね、熱く簡単に、えー、パリッと予想して当てたいなと思っておりますんで、えー、新潟大商店、 え、出てきたら、ダノンマジェスティ、そして、ポタジェ、ボッケリーニのこの3等で十分だと僕は思ってますんで、ここは、ワイド、生まれん、3連服の、え、ボックスでいっちゃおうかなと思ってます。はい、皆さん、えー、部っ子の方、え、いつもありがとうございます。そして、 チャンネル登録されてない方も、もし見てくれたらありがとうございます。できたらチャンネル登録、コメント、高評価の方を、えー、してもらってから、えー、変えていただけたらなと思っておりますんで、よろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。ここは自信のあるレースなんで、一回乗ってみたらどうかなまたねバイバイブリブーリあブリンもしよかったらね、 説明欄の方に、えー、無料競馬サイトの方を貼っておりますので一度、えー、無料登録だけでもどうかなと思っておりますそして「オールマイティ」というゲームチャンネルもやっておりますのでゲーム好きな方見に来てくださいせっかくだからよツイッターとブログも見ていってくれよなマジでよろしくなふー